2011年 J プロツアー第9戦の東日本クラシック石川大会が復興福祉支援特別大会という名称をつけ、東日本大震災の被災地でもある福島県石川町で開催されました。1周 13.6km の行動コースはアップダウンに富んだ美しいコースであり、またこの日は気温が30度以上まで上がることが予想されていたので、暑さとの戦いも重要な要素となります。やはりゴールが登ってるということがとても大きいと思うんですよ。で、毎周回それを、通過することによってかなり体力も奪われますし、本当に強くないと残れないかなと、そういう感じは受けますね。はい、上りのレースなんで、やはり現在リーダーを着ている増田選手なんか上りがかなり強いので、そこはかなり警戒していかないといけないかなとは思ってます。厳しいコースですけど、はい、今日も優勝を狙って頑張ります。やっぱりゴール前4キロから始まる長い上りが一番、力勝負になると思います。そこでやっぱり前回のレースもそうだったんですけど、島のレーシングの、畑中選手や西園選手、鈴木譲選手というか、もう島のレーシングみんな同じぐらい強いので、そうですね、島のレーシングの動きはすごい警戒してます。まあ、今日本当に暑いので、もう暑さにやられないように、水しっかりとって最後に力勝負できるように頑張りたいと思います。緩いながらもやはりかなり長い上りで、例年秒差がついて非常に厳しい戦いとなっているので、そういうサバイバルの展開の中でどうやって前に人数を残すかっていうのを課題としています。そうですね、まあかなり後半勝負でやはりかけないと、うちは前半にかなりマークされて動きづらいんじゃないかっていうところがあるので、まあ、後半しっかり一発狙っていこうかと思ってます。まあ、やはり上りが厳しいコースということで、やっぱりウリッツェの増田選手には非常に警戒しています。石川町ということで震災の影響もあった中で、この大会ができたことを喜びたいと思います。まだ気温が上がり始めていない午前9時、最高峰カテゴリーである P1 の選手たちがスタート地点の学法石川高校前に集まり始めます。9時30分、選ばれた84名の選手たちが石川町内をパレード走行しながら、戦いの舞台となる周回コースに向かっていきます。リアルスタートが切られると、早速集団前方ではアタック合戦が開始されます。早くもアタックを決めたのは7名の選手、島のレーシングの村上選手、宇都宮ブリッジ戦の広瀬選手と若杉選手、ボンシャンス飯田の福島選手、富士サイクリングタイム .com の松尾選手、チームユーラシアホンドリエストバイクスの中山選手、そしてエルドラードの石垣選手というメンバーです。メイン集団は前回の群馬 CSC ロードレースで島のレーシング勢が後半に見せた強力な攻撃に対する警戒感と、上がり始めた気温なども影響してペースはそれほど上がってきません。メイン集団では京都マッサフォーカススーパー B や湘南ベルマーレ、オーベスト D プラスデザインなどがペースを作りますが、先頭集団とのタイム差は3分前後を推移します。
6周目に入りレースが動き始めます。それまでメイン集団で生還していた島のレーシング勢が前回同様に一気にスピードアップ、集団は縦長の展開となっていきます。スピードアップの中心的存在となったのはやはり元オリンピック代表の鈴木真理選手、チームメイトの青柳選手とともに先頭の7名との差を一気に詰めていきます。そして先頭集団との差が1分にまで縮まると、上り区間で西園選手が一気にスパート。これに宇都宮ブリッジ店の中村選手のみが反応しますが、その中村選手もつけずに徐々に離されていきます。結局西園選手は単独で先頭集団に合流。島のレーシングはエースの西園選手を先頭に送り込んだので一気に有利な展開を手に入れます。島のレーシングは村上選手が西園選手のために先頭を引きます。さらにボンシャンス飯田の福島選手やチームユーラシアコンドリエストバイクスの中山選手は自らがエースなので攻撃を継続。一方宇都宮ブリッジ店勢はメイン集団でチームメイトが追走を開始しているので待機となります。先頭は4名となり、宇都宮ブリッジ店が中心となって追走を続けているメイン集団との差は40秒となります。前半から逃げ続けている中山選手、福島選手、広瀬選手が消耗する一方で、まだフレッシュな状態の西園選手はアタックのタイミングを伺います。そして上り区間に入ったところで西園選手が満を持して再度アタックを決行。他の選手たちは一瞬にして置いていかれ、西園選手は単独で最終ラップへと突入していきます。一方、メイン集団ではベテランの柿沼選手を中心に宇都宮ブリッジ店が追撃を継続。先頭の西園選手との差を30秒にまで詰めます。暑さの中懸命に逃げる西園選手、そして最終ラップの最後の上りでルビーレッジジャージを着る増田選手が 50m 後ろまで迫ります。しかし粘る西園選手は追い上げてきた真鍋選手をかわしてトップでゴール。嬉しいプロ初勝利を飾りました。ラスト2周で抜け出すっていうのは結構
事前に打ち合わせていた通りだったんですけど、暑さがやっぱりひどくて、思ったより追いついて、逃げ集団に追いついてからがつらかったので、もうちょっと暑さに強くならないと、これからの夏の試合では苦労しそうな感じなので、まだまだ課題はあります。やはり、事前のインタビューでも申し上げたんですけど、終盤から一気に集団を絞っていく作戦で、その代わり、新里さんと青柳にすごい頑張ってもらったんですけど、それがうまくはまったと思います。次も修善寺で12時スタートということで、さらに暑くなることが予想されるので、コンディション作りに気を使いながら次の試合に臨みたいと思います。東北地方にもこの地方って出てるんで、そういう中でこの少ない補給回数っていうのはね、ちょっとありえないなと思ったし、その結果結局下のクラスカテゴリーと一緒になるぐらい我々のペースもねペースダウンしたんで、もうちょっと早くから補給が始まってれば、もっといいレースになったかなと思うんです。ただ僕はその厳しいレースのおかげでこの順位がね取れたんで、僕にとってはよかったっていう、その裏表がありますね。後半ね、島野のチームがやっぱり力づくで上げてくるなと思ったんで、そこにどう残るかっていうのがやっぱりまず第一のポイントで、あと、その次にその前十何人に絞られてからどう持っていくかっていうのがね、ポイントだと思います。僕は僕よりも他のブリッジなんかね、よく回ってすごい足使ってたんですけども、僕今チーム一人だったんで、ちょっと他のチームにも申し訳ないんですけども、温存する走りで走らせてもらいました。それでそこでもう本当に少ない隙間がちょっと空いたんで、そこをうまくいってなんとか2位に入ったという感じですね。ちょっと、2週間空くんで、この時期はね、どう体を持っていけるかわからないですけど、また今いい状態なんで、精一杯次のレースに向けて、整えて頑張っていきます。そうですね、作戦通り西園選手が、途中で力で足を見せてアタックしてくれたので、それ以降はもうそれを見守ることが一番僕らの作戦だったんで、それがしっかり決まってよかったです。そうですね、僕は平気だったんですけど、やっぱ人によっては厳しい人もいたと思いますね。これはちょっと暑いですね、なかなか。はい、そうですね、次のレースは修善寺、あそこも結構僕勝ってるレースなんで得意なんで頑張ります。石川頂上おめでとうございます。さらにおめでとうございます。そうですね、やっぱ実業団で走り始めてから初めての優勝なので、非常に嬉しいです。これからまだまだシーズン続きます。それに向けて勝負お願いします。厳しいコースで勝ち星をまた狙っていきたいと思うので、皆さん応援よろしくお願いします。おめでとうございます。今日は本当に厳しいレースでした。重賞気になって最後足もばったりと回って、レース終わってから左にちょっと聞こえなくなったんですけど、なんとか無事に今こうしていられてよかったです。過酷だったんですけど、笑いながらなんですけども、いや、それだけ激しいレース、その中で5位、そしてこのジャージをキープしました。次に向けての一言お願いいたします。本当にね、今日勝った西園選手もそうなんですけど、島村レーシングは層が厚いので、これからどうなるんだろうなってすごい心配ですけど、自分も練習頑張って、いいレースしていきたいと思うので、また応援よろしくお願いします。ありがとうございます。もう一度大きな拍手を松本選手にお願いいたします。